今のところこの辺聖地。おお、この辺。びっくりした。バイク。いやー。おお、でけえ町だな、松江。ほい。おお、今日の一番最後らへんに来るけど、この辺。はい。今のところこの辺聖地。はい。400m 斜め右、これだね、出雲方面。あ、ここでいっぽい。はい、これでさっきの対岸方面に向かいます。この先 200m 夕日スポット。あー、そういえば昨日ねツイッターで夕日が宍道湖綺麗っていう、そういう情報をもらったんで、ここ?なるほど、もし夕日の時間に間に合うようだったらチェックインしてからかな、チェックインする前かな、さっきのとこ来ます。早っここの信号早っ。これを左、出雲方面。ただいまの気温20度です。景色の良いルートに入りました。うわもう向こうが見えない、うっすら山が見えんな。うう、すげえ玉湯町来ました。こんなバイパスみたいなところ来ました。玉造温泉左。ほいっと。で、400m 先左方向です。まずは駅行きます。はい。170m 先右。それだな、地図の縮尺が。で、もうちょいで左。で、おお、来た来た、玉造温泉駅。おー、木造?ほう、ベンチが、方向が面白い。よし、じゃあ次ね、小学校行きましょう。
その死の羽湯っていう作品がこの辺回ろうと思えば多分ね3日かかっても回りきれないと思う。場面がすっげえいっぱいあるんですよ。なので私が印象に残ってるシーンとかここ綺麗そうな景色だなっていうところだけ行きます。これ左、島根警察、こんにちは、お邪魔してます。はい、でこれ左、玉造温泉方面、はい、でこの信号を左、おーまあ今ゴールデンウィーク中で休みなんでね、学校も通りますけど平日はあんまり来ない方がいいと思います。おー学校来た投稿おはようございます。おお、本当だ、奥に神社がある、鳥居があるわ。おお、よしじゃあ次は一巻の冒頭の場所行きましょう。楽しい死の早だ。その死の羽湯っていう漫画は、サキっていう麻雀漫画のスピンオフ作品なんですけど、サキ本編がかなり超能力バトルみたいな感じなんですけど、その死の羽湯っていう方はそういうのがほぼない。で一人一人の人物の心理描写みたいな、そういう感じのシーンが多いです。でそこを左、こんなとこ行きますでこの辺に階段が右側に、後ろ車いないね。あーここだわ、あったあった。そしたらじゃあこの辺でちょっくら展開しましょう。よしよしよし、そこに止めれそう。次川沿いのところ行きましょう。案外すんなり見つかってるな。左、よいしょ、
で次の場所が川沿いにまたこれまた偶然玉浦っていう店があって、そこの前ですね。もうすぐそこだわ。え？二輪覗く。こっちね。あれ？この先自転車歩行者専用。なるほど。じゃあ自転車になろう。こうやれば自転車と同じ扱い。その辺だな。玉浦どこだろう。足湯使ってる。この辺だな。どこ？人がいっぱいいるからあれだけど、そこです。よし。そしてね、この辺が水曜どうでしょうで、こう走ってるのが映ってます。本当はな、ここに泊まりたかったんですけどね。じゃあ次はですね、中学校行きましょう。ふい。この辺が水曜どうでしょうで出てました。お？え？何これ。島根500あの909右行きたいから追い抜いたのかなと思ったら。うけい。で、これ左。ほい。びっくりした。ね、バイクって怖いでしょ。結構舐められてるんですよ。これ左。ふい。お、もう、お、これだわ。中学校。あ、学生がいるわ。クラブ活動で、これ右。あー、見たことある。この辺。おー、じゃあ行きましょう。で、次が線路と並走する場所の入り口と踏切ですね。お、この辺、この辺、この辺のシーンがあった気がします。後ろ車いねえよな。この辺。びっくりした。芝刈り機だったわ。で、そこの踏切
で用事があるんでちょっとその辺に止めましょう。お、電車来る。でこの辺で展開。よいしょ。電車見る。おお、ここですね。2両。おお。ここだ。そしてこのバス停の名前、ネオ入り口そう、ここネオっていうらしいんですよ、この辺ね。はいそこを出ていくんですけど、そこの交差点の名前がネオって言います。でネオって他にも地域どこかあるのかなと思ったら、私が前見つけた岐阜県のネオとこの島根県のネオしかないらしいです、偶然にもよし、このバス停のところでちょっとバイク置きたいな。おお、ここがネオっていうんですかいいね何がいいかわかんないけどネオ。どうも、ここに止めよっと。で次の目的地がコンビニです。ローソン、ローソンが聖地。はい、おー死の俳優。わっすげえ、ここ。よいしょよいしょ、ここがネオ交差点です。ふい、バイク、いやー今安定させたかったから5速まで上げたわ。でコンビニまで 3.2 キロ。綺麗だな宍道湖。お、対岸というか端っこがちょっと見えるようになった。バイク来ましたよ幻覚が見えてたイエーまたバイク来ましたよ。ブレイク、イエー。でそこにコンビニが あったこれ入りまーす。はい、聖地。ほい、どこに止めたっけね。その辺だったかな同じようなところ止めたかったけど、ここにしようっと。じゃあついでに休憩します。11時20分ああどうしよう、飯食おっかな。